い、ということで今回はすみっこ暮らし集まれすみっこタウンの体験版をやっていきたいと思います。はい、ボタンを押してね。お、久々のこの5匹。何あれ、チラシ、何かな、チラシ私と同じこと言うやん何何、住み心地最高すみっこニュータウン商店街かな。何、みんなのニュータウン妄想が膨らむ。お、かわいいあれは何、キュウリを売ってたの。いいかも、よさげだね。何、何を決意したみんな。お、楽しみ、お出かけ。あれ、何もない、何もない、まだできてないってことやない、予定とかじゃないね、広告、なんか今後こういうのができますよ的な、何、な、何の合図あ、なるほどね、ここからスタートなわけね。すみっこ暮らし集まれすみっこタウン、すみっこ暮らし集まれすみっこタウンの体験版へようこそ。この体験版では少しだけすみっこタウン生活を体験することができます。それではすみっこタウン生活を体験してみましょう。でも何もないようですね。おや、ん、あ、いや、家あるやん。こんなところにお家が4軒建っていますね。すみっこたちのお家にしてあげたいですね。でも1軒足りないみたいです。すみっこたちが住めるようにお家を作ってあげましょう。X ボタンを押してメニューを開いてくださいね。ふんふん、 X ボタンでお家を建てるためにタウン作りを選びましょう。材料とかはいらないの。ここでは建物を置いたりしまったりすることができます。自分で街を作っていくわけやね。早速 X ボタンで建物リストを開きましょう。すごいね、最近なんかあれやん、なんかものづくり系のゲームとかすごい多いけど、すみっこにもそれが来たか。ここから置きたいものを選ぶことができます。普通の家、青を建てることができるみたいです。A ボタンを押して建物を買いに行きましょう。建物を買いに行く、すげえ、金持ちや。普通の家、青。すみっこが住む青い屋根の普通のお家。煙突が可愛いね。青い屋根の普通のお家。なんかあれや、昔あったシルバニアファミリーの赤い屋根の大きなお家みたいな。ここで建物を買うことができます。買うを選んでお家を買いましょう。ふんふん。500円、安っ。安っ、買います。うまく買えましたね。では普通の家、青を置いてみましょう。うんうん、まあ感覚的に、え、もう一個ここでいいんかな。まあ、ここよね、ここしか置けんねお家が完成しました。上手に建てられましたね。黄色いレンガの床の上には建物を置くことができます。それではすみっこたちを引っ越しさせてあげましょう。どうやって、 X ボタンでメニューを開いて今度はお家を選んでください。黄色いレンガの上っていうのはこの範囲内ってことよね。はい、メニュー、お家。ここでは好きなお家に引っ越しをすることができます。引っ越すお家を選んで引っ越しを押してくださいね。ふんふんふん。普通の家、ピンク。引っ越し。このお家に住んでほしい隅っこを選んでくださいね。じゃあピンクの家にはどうしようかな。猫で。はい。なんかキャラクター枠めっちゃいっぱいあった。引っ越しできましたね。この調子でみんな引っ越しさせてあげましょう。あれかな、一匹一匹のなんか家の中も改装していける感じ。じゃあ次、青お引っ越し。じゃあ青は、はい、トカゲで。そしてあれ、あとは緑。あれ、これ全部持っとるやつってこと。あ、そういうことあ、そういうことか。じゃ、緑はペンギンで。そして赤。赤は、とんかつ。なんとなくイメージで選びよるけんね。適当に。
で、あと黄色か。で、黄色に、はい、白クマちゃん。これで OK？ みんな引っ越しできましたね。お家は2人一緒に住むことができますよ。おー、なるほど。それでは B ボタンを押してタウンに戻りましょう。さあ、これで OK ですかね。すみっこたちは自分のお家ができて喜んでいるみたいです。住み心地も良さそうですね。え、最初にさ、6匹で一緒に住んどった家はどうなったん？共同の家は売り払ったの？あ、画面の左上を見てください。住み心地と書かれている場所のゲージが上がりましたね。これはすみっこタウン自体のってこと？このゲージは新しい建物を置いたり、すみっこたちのお願いを聞いてあげると少しずつ上がっていきます。製品版では住み心地が上がると新しいことができるようになるので、どんどん上げていってくださいね。ふんふんふん。早速、すみっこたちのお願いを聞きに行きましょう。メニューからすみっこリクエストを選んでくださいね。あ、なるほど、そういう感じなんよね。すみっこリクエスト。これが欲しいとかそういうこと？それではすみっこたちのお願いを聞いてみましょう。リクエストを聞くを選んでくださいね。あのね、あれやねん。椅子が欲しいとか、テーブルが欲しいとかそういう感じ？え、相談？やっぱあれがないと生活できないよね、みたいな。八百屋さんが欲しい。うんうん。ペンギンは八百屋さんが欲しいみたいですね。八百屋を置いてあげましょう。そんな気軽に言われてもね。はい。タウン作り。で、アイテムを出す？八百屋。野菜売っているお店。だけどなんだか売りかの野菜が多いみたい。マジで？売りかの野菜が多い。それはちょっと、あれかな。え？置く場所はどうやって決めるの？もうこの場所に置くしかない感じかな。回転はさせれるみたいやけど、でもこれさ、なんか向こう向きに置きたいけどさ、画面的にはこのまま置いた方がいい感じなんかな。まあ、これで置きますか。はい、OK。これもう配置したよね。ん？置ける、持っている、置いたよね。置いた。あ、で、これでタウン作りを終わる。これでいいんかな。住み心地が上がりました。タウン作り帳クリア。タウン作り帳クリア。タウンの八百屋さん。ご褒美ゲット。住み心地100。八百屋さんを建てたことでタウン作り帳を達成したみたいです。タウン作り帳は住み心地の良いタウンを作るためのガイドブックです。達成するとご褒美に。住み心地アップやお金がもらえるのでチャレンジしてみてくださいね。まあ、町作っていくんならお金は大事やね。八百屋ができたので収穫、野菜畑で遊べるようになりました。何それ、ミニゲーム？なるほど、そういう感じなんや。早速遊びに行ってみましょう。メニューからミニゲームを選んでくださいね。見て、お店の人おる。なんかカメラ置いとんやけど横に。どういうこと？はい、ミニゲーム。ミニゲームを遊ぶと上手にできた分だけお金をもらうことができます。それではミニゲームで遊んでみましょう。収穫、野菜畑を選んでくださいね。収穫、野菜畑、モグラがおるよ。ここではゲームのルールや遊び方をチェックすることができます。準備ができたら、楽々を選んでミニゲームをスタートしてくださいね。楽々そこそこ激ムズってあるんやね。ルール、生えてきた野菜を収穫しよう。同時に取ろうとすると取り合いになるよ。マジか。取り合いはキュウリのマークが近い方が勝ちだよ。たくさん連打してキュウリを引っ張ってね。キュウリのマークが近い方。モグラが持ってきた虹色の野菜を取ると一定時間スピードアップするよ。おー、いいやん。最後の野菜はたくさん引っ張った順にスコアがもらえるよ。で、移動と、取る取り合うは A。OK。いきます。お、目の前にキュウリが生えた。さあ、引っこ抜けー。でもあんなにいっぱいなっとんやけんさ、1個しか取れんなんてことないやろ。はい、野菜を収穫します。私はとんかつを動かすわけだね。待って、ねえ、私も参加したいんだけど、2匹しかダメなの？待って、私がイエーイ、独り占め。ちょ待って、それ取りたかった。あ、スピードアップとかずるい。早くできて。はい、待って、取れなかった。え、あれはどうすればいいの？あれも A ボタンを押さんといかんかったってことかな。そう、なんてこったい。はい、ちょうだいそれ。よし、スピードアップ。早く生えてこい。よし、じゃいい。
成長した途端に、成長した途端にむしり取っていく私。へい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 。イエーイ。ごめんね。ごめんね、ペンギンや。これも私がいただく。お、ボーナスタイムに入ったよ。なに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 、あー、なに、でっかいスイカ。ちょ、待って。てか、早く動きたいんだけど、これ。全然動けんやん。ふぅー。これは全員にポイントが入るってこと？全員で協力して。おー、すごい。一匹あたりの食べる分めっちゃ多いね。高級キュウリ。スイカも売り買いやしね。なるほど。じゃ、これが、怒りよる。これがあの野菜屋さんに届けられるってこと？野菜屋さん、八百屋さんに。そういうことかな。収穫の、結局働かされよるわけやね。この子たちは。なるほど。完璧。収穫野菜畑のそこそこで遊べるようになりました。あ、ちょっとずつレベルが解放されていく感じ？ミニゲームお疲れ様でした。おや？ペンギンの頭の上にびっくりマークが出ていますね。A ボタンでペンギンをタッチしてくださいね。あ、ほんとや。なに？揉め事？ペンギンをタッチ。はい。あ、そう、まだやった。ご褒美ゲット、お金500円。タウン作り帳クリア、収穫お手伝い、楽々タタチン。ご褒美ゲット、お、1000円やったね。で、あの、ペンギンさん、はい。キュウリが入荷されとるよ、ほら。さっき取ってきた。どうもどうも。なに？売り子やってる？いいものあるよ。ほら、売り子やってる。かわいい。さあ、この取れたてピチピチの、何ある？新商品。ポッキー、それ。ポッキーだよね。なに？ポッキー抹茶味みたいな感じ。一本一本渡していける。かわいい。大丈夫。なるほど。君はいらないのかい？トカゲや。じゃあ、私が、お、お、じゃあ、こっち。何？チョコバナナならぬ、チョコキュウリですか？絶対美味しくない。絶対まずいやつ。でも、八百屋よね。八百屋やのに、何？ポッキーなの？あれ。ネギかな？特別なイベントが見れましたね。びっくりマークは特別なイベントの目印です。製品版では、八百屋さんのイベント以外にも、いろんなイベントがあるので、楽しみにしていてくださいね。ふんふんふん。おや？お店の上にお財布のマークが出ていますね。タッチしてみてください。うん、ほんとや。あ、買えるものが増えたとかそういうことかな。え、なに？売り上げ？お金が手に入りましたね。タウンではいろいろなものがゲットできます。気になるものがあったらどんどんタッチしてみましょう。え、要は私はこの町の町長だから、なんか売り上げの一部が懐に入るみたいな。そんな仕組みが実際の町にあるんか知らんけど。それでは早速タウン作りをしてみましょう。タウンの時間が次の日の昼になるまで体験版で遊べるので楽しんでいってくださいね。なるほど。なんかよくわからんけど、まあ、とりあえずタウン作りしますか。アイテムを出す。お、服屋さん、かわいい。いろんな服を売っているお店、置いてある服を見る以外に試着もできちゃうらしい。マジで？はい。え、ちょっとこっちの方に置いてこうかな、なんとなく。なんとなく。じゃあこれで見たい。服屋さん見たい。住み心地が上がりました。やったね。え、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？これ、クソ、何もできない。あ、試着室があるよ。上から覗ける？そういうことじゃない。な、こんな感じ。いろいろと服が、お、猫が買い物をしたそうに眺めている。てか、買い物しようかな、もしかして。35,112、めっちゃおるやん。体験版やけん、やっぱり。そういうことではなく。でも、これは八百屋さんやろ？じゃ、次、花屋さんと魚屋さんを行ってこうか。はい。花屋もこっち側に置きたいな。ちょっと待って。とりあえずさ、とりあえずこれちょっと動かしたい。こっちの方ずらして、かわいいものはさ、かわいいもので集めときたいやん。ってことでこの辺ね。はい、こんな感じで
え、もう一個なんやった？何屋さんやった？あ、魚屋さんか。じゃこれはまあ食べ物系で揃えとけばいいでしょう。めっちゃ住み心地上がったんじゃないこれ。住み心地が上がりました。めっちゃ上がったはず。いや、かわいい。それぞれの店の前におる店員さんもかわいいね。これお花屋さんで、八百屋さんで、あ、魚屋さんがなんか意外とちゃんと中に入れる感じなんやね。あ、やっぱ猫は魚屋さんが気になる？そういうことではないんかな。あとは、もう多分新しい店とかは、ないね。ないから、お家、違う。お家は、家を建てるだけ？お家はやっぱりあれか、家を建てるだけっぽいね。なるほどなるほど。あ、見に行くっていうのがあったよ。ちょっと見に行ってみよう。見に行く。はい。え、入りたい。入りたいよ。入ろ。こんな感じらしい。猫、猫っていうちゃんと表札みたいなのかかっとんやけど。なんか買い物したものがこの中に増えていくとかあるんかな。あ、すごい。猫のか、なんか壁掛け貼っとるし。これなんかちょっとしたキャットタワーみたいな感じ。あ、ちゃんと猫仕様なんやね、なんか。かわいい。さあ、そして、で、こっち。ここは、あの、ペンギンの家ね。キュウリが、キュウリがつけられている。あ、昼間になっちゃった。はい、キュウリがつけられていると。なんかシンプル。なんかそんなにペンギンっぽさはない感じかな。で、次、ここは、ここ、トンカツ。あれやね。この、ラグがトンカツだ。フライって書いてる T シャツがかけられてあるよ。あ、すごい。なんか定食屋さんみたい。椅子とテーブルが。あれ多分、トンカツソースやで。はい、こんな感じ。塩コショウも、なんか、後ろの方に置いてあるね。あ、ここ、え、これ何？ベッド？ベッド？お皿の上になんかキャベツとトマトみたいなのあるけど、ここにトンカツが寝るのか。仕上がるね。はい、そして、はい、ここが、白熊ちゃんの家。白熊ちゃんの家一番なんか別に白熊要素的なものもないな。シンプル。はい、そして。はい、ここがトカゲの家。あ、ちょっとマリンっぽい感じ。え、これベッド？あれやん、お風呂やん。お風呂だね。で、なんか、横についてるランプ？釣り竿っぽい感じやね。なんかそれぞれの趣味が見れて面白いね。で、ちょっと、ほら、それぞれの店の上にちゃんと、お財布マークが出ているのを私は見逃していない。ちゃんとこれで稼いでいけるわけですね。こんな感じです。こういう風に、まあ、なんかいろいろと、まあ、これからまた多分、お店が増えていったりとか、キャラクターも増えていくと思うよね。あ、中入ってった。あ、すごい！中入ってちゃんと買い物ができるんやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、自分で街作るのとか、こう、創作系のものが好きな人とかは、キャラクターも可愛いし、めっちゃ楽しめると思う。